ファイナルファンタジーシリーズイバリースシリーズファイナルファンタジータクティクスファイナルファンタジータクティクスは1997年6月20日にスクウェアより発売されたプレイステーション用のシミュレーション RPG ファイナルファンタジーシリーズの外伝的な作品である百九十七年の本編発売後スクウェアミレニアムコレクション第一弾として特性時計特性トランプと ピクチャーレーベル仕様のオリジナル版本編ソフトとセットでスクウェアミレニアムコレクションファイナルファンタジータクティクスが2000年6月29日に発売されている。後にファイナルファンタジータクティクス実主戦争というタイトルで移植されており、プレイステーションポータブル版が2007年5月10日に発売されたほか、iOS 版が2011年8月4日、 アンドロイド版が2013年2月14日に配信された。また、2009年5月13日には、ゲームアーカイブスでオリジナルの PS 版が配信された。ファイナルファンタジーシリーズ初のシミュレーション RPG である。制作スタッフにはクエストより移籍してきた松野大美、吉田明彦が参加しており、タクティクスオーガのシステムと、ファイナルファンタジー。 ファイナルファンタジー3、ファイナルファンタジー V のジョブチェンジが組み合わされている。シミュレーション、RPG としては、史上最高の本数記録となる国内135万本を販売した。その後も、幾度か連価版が販売されて、高セールスを記録し、また、10年ぶりの移植となる PSP 版でも、国内出荷40万本、実売35万本弱を販売した。 P.S. の通常版には、サガフロンティアの体験版が同梱されていた。国家間の問題や、貧富の差が、題材の社会派ストーリーであり、それが、歴史的描写という視点で展開するため、FF シリーズの中では異彩を放ち、重厚でやや難解である。前半は、身分や貧富から生まれる格差、そこから生まれる考え方、そして生き方の違いまでを目の当たりにし、 苦悩する主人公の成長を中心に描き、後半では諸勢力による暴力や内戦と、それらに巻き込まれていく主人公を中心にストーリーが展開される。また、前編を通して主要キャラクターの殺戮が繰り返されるなど血なまぐさい、描写が多く、従来の FF シリーズとはかなり思考が異なり、テイストとしてはタクティクス王ガに近い。 かつてイバリースを2分して争われた後継者戦争、死死戦争は、ディリータという名の若き英雄の登場によって幕を閉じた。一人の無名の若者が立ち上がり、惜しく戦い、英雄となり、戦争を収める。イバリースで暮らす者ならば誰もが知っている、英雄たんではあるが、歴史学者アラズラムが入手したデュライ白書によると、本当の英雄は歴史に名前が残っていない。 名門、ベオルブ家の末程であるという。しかし、教会によれば、神を冒徳し国家の秩序を乱した言教そのものだという。プレイヤーは、どちらが真実なのか、アラズラムと共に、真実を探求する旅へと出かけることになる。ストーリーは重要な事件を挟みながら4章に分けて展開される。本作は、ファイナルファンタジーシリーズでは、珍しい。 クォータービューの戦略シミュレーション RPG である。そのため、フィールドの探索よりも戦闘に重点が置かれている。戦闘は、箱庭状の三次元的なマップで繰り広げられる。本作の戦闘システムはこれに時間を加えて4、D バトルと名付けられている。FF シリーズのアクティブタイムバトルに似たシステムを持っており、戦闘が始まると、各自のスピードに応じて、 チャージタイム値が溜まっていく。最初に最大値の100になったユニットがアクティブターンとなり、ユニットを移動させる移動と攻撃やユニットの持つアビリティを使用できる行動のコマンドを行うことができる。どちらかもしくはどちらも行わずに待機することで次に CT 値を若干保持しておくこともできる。そのユニットのアクティブターンが終了すると、 再び全ユニットの CT 値が溜まり始める。この繰り返しで戦闘は進んでいく。各ユニットがアクティブターンになる順番をあらかじめ確認することができ、これを活用して戦略を練ることが重要となる。武器や技によって射程が違い、それも戦闘フィールドの高低差によって補正を受けるため、どの行為が使えるかといった判別が難しい。高低差は、 移動にも制限をかけるため、計算的にどこまで移動できるか、完全に把握しにくい。魔法をはじめとする一部のアクションアビリティは、行動決定から実際に行動するまでに CT を、要し、アビリティの CT 中に攻撃を受けると、大ダメージは、免れないため、相手の隙を突くような使い方が求められる。また、行動の予想ダメージ、回復量や、命中率が、 行動前に表示されるため、それをもとに最善の行動を探っていくことができる。ダメージを受け、HP が0になると戦闘不能になる。ユニットが戦闘不能になってから3回行動ターンが回ると、そのユニットは、アビリティの継承か、HPMP の全回復ができるクリスタル、もしくは装備、回復アイテムの一つを入れた宝箱に変化する。こうなるとそのユニットは、 死亡扱いになり、二度と使用することができなくなる。主人公のラムザがこの状態になると、ゲームオーバーとなる。勝利条件に無関係なゲストユニットはこれに、当てはまらない。逆に、勝利条件に関係あるゲストユニットがいる場合、そのユニットが戦闘不能になるだけでゲームオーバーとなる。本作では、戦闘に参加するキャラクターをユニットと呼ぶ。ユニットには、 人間とモンスターの2種類が存在し、さらに人間には男性ユニットと女性ユニットの分類がある。また、特定のユニットはそのユニット専用のジョブを持つ。専用ジョブを持たないユニットを特に汎用ユニットと呼び、固有のキャラクターとして物語に関わることは少ない反面、ジョブチェンジでその外見が変わるのは汎用ユニットのみである。逆に、 ストーリー中で何らかの役割を担うキャラクターは専用ジョブを持っていることが多く、ジョブチェンジしても専用ジョブでの姿から変化しない。ジョブアビリティシステム本作では、戦闘に登場するすべてのユニットにジョブが設定されている。本作ではアビリティがアクションアビリティ、リアクションアビリティ、サポートアビリティ、ムーブアビリティの4つに、 整理されており、キャラクター一人につきジョブの固有アクションアビリティと4種類のアビリティを一つずつ装備することができる。アビリティは戦闘中に行動することによって手に入る JP を消費することによって習得できる。JP はジョブごとに蓄積されていき、JP が一定まで上がるとジョブレベルがアップし、それによりチェンジできるジョブが増えていく。また、 キャラクターがクリスタル化した場合にそのクリスタルを入手することでキャラクターが覚えているアビリティの一部を継承することができる。モンスター本作ではモンスターの種類もジョブとして扱われる。例えばチョコボの場合、そのユニットはチョコボというジョブについているものとして扱われる。モンスターのユニットは人間ユニットのようにジョブチェンジやアイテムの装備ができず。 新たにアビリティを習得することもない。最初からいくつかのアクションアビリティがセットされており、そのアビリティとジョブ特性として備えているアビリティのみ、使用できる。一定の条件を満たすと、一時的にアクションアビリティが増える。本作は、ゲームスタート時から男女を各3名ずつの汎用ユニットが仲間になっているが、各長や城の戦士や戦所でお金を支払うことで、仲間を増やすことができる。 なお、戦士や戦所で仲間になるのは全て人間の汎用ユニットであり、専用ジョブを持つユニットやモンスターを仲間にすることはできない。雇う仲間は男性ユニットか女性ユニットかを選ぶことができ、男性ユニットは物理 AT が、女性ユニットは魔法 AT が高いのが特徴。本作中にミニゲーム的要素として登場するのが儲け話である。儲け話は、 各町や城の酒場で仕事を請け負い、自分のパーティーの中から汎用ユニットを数名派遣、数日後に報酬を受け取るという流れになる。請け負いまでの流れ滞在した町の酒場で儲け話を聞くを選択すると、マスターからいくつかの仕事が提示される。その際、仕事の概要を確認できるが、ランダムでマスターから仕事に関するヒントが出されることがある。 受け負う仕事を決定すると、派遣日数と派遣ユニットの選択画面になり、受け負ってから、規定日数以上が経過すると仕事が終了する。また、仕事を受ける際にいくらかを支払う必要があるので、仕事の結果によっては赤字になる場合もある。規定日数以上が経過していないにもかかわらず、派遣した汎用ユニットを戻したい場合は酒場に行けば、呼び戻せる。ただし、 その場合も受け話は途中放棄となり、完遂することはできない。完了と報告仕事を終了すると、受け負った町の酒場にユニットが戻っているので、そこで仕事の結果を聞くことができる。成功か失敗か、どのくらいの報酬があったのかなどを確認でき、また、この時に財宝の有無を知ることができる。戻ってきた汎用ユニットには、アビリティポイントが加算され、 効率よくアビリティを成長させる際にも儲け話は利用される。仕事の成功失敗の条件は必要ジョブ、必要レベルなど仕事によって違う。例えば、アイテム氏が必須ジョブの仕事にアイテム氏のユニットが派遣されていれば成功となり報酬金額も高く財宝も手に入れることができる。財宝財宝とは儲け話の後に手に入れることができるアイテムでメニューから閲覧できる。 ただし、普通のアイテムのように使用することはできない。財宝の中には書物のようなものもあり、中を読むことによって、ノベルゲームができるようになる。また、財宝の他にも仕事の結果として、秘境を発見することもあり、財宝や秘境を多く発見することで、酒場の主人から冒険家ル v ィッチなどの称号が与えられる。ブレイブストーリーは、 マップ画面のメニュー欄で確認することができる項目の一つ。それまでの冒険のイベントや人物、儲け話や入手した財宝などのあらゆる事柄が記録されている。また、人物の説明文はイベントが進むごとに最新の内容に更新され、移動日数に伴い年齢も重ねていく。タクティクスオーガにおけるウォーレンレポートに該当する。クレバドス教会神の巫女。 聖、アジョラを主神とするイバリースの国境。かつては事実上、国王以上の権力を誇っていたが、現在は50年戦争の影響で支配力が低下している。イバリースに古くから伝わる伝説。内容は、遥か昔、イバリースがまだルザリアガリオンヌ・ゼルテニア・フォボハム、ランベリー・ライオネル・ミュロンドの7つの国に分かれていた。頃、世界の覇権を狙う、ミュロンド王が、 魔界から召喚した、ルカビを、どこからともなく、現れた成績を携えた十二名の勇者、ゾディアック・ブレイブが撃退するというものである。その後もイバリースが、危機に瀕するたびに、成績を携えた勇者が現れたという。ゾディアック・ブレイブの伝説には、聖アジョラの伝説も含まれているため、イバリースの国境であるグレバドス教でも語られているが、一般的にはおとぎ話だとされており、 よほど経験でない限り、グレバドス信者でもおとぎ話と認識している。基本的な内容は PS 版に準じるが、移植に際して代償様々ないくつかの変更点が加えられている。主なものを以下に示す。原則、死死戦争での変更点と同じ変更内容だが、以下の点が異なる。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。 ファイナルファンタジータクティクス実施戦争に関するカテゴリー、ありがとうございます。